25日目だ。前回の刑務所では25日目で脱獄のめどが立ったんだよな。山中に懲罰房に入れられたトラウマの日でしょ？あの日な。あの出来事は忘れられない。この刑務所でも同じようなことがなければいいが。自由時間だよ。おはようございます。おはよう。いつもお勤めご苦労様です。ああ、いつもの媚び売り。いつものとは失礼な。だって最近の霊夢ずっとそうじゃん。そんなことはないですって。お。奴が自由広場から出たそうにこっちを見ているぞ。鉄扉から顔を飛び出してくるくらいでたがっている。残念ながらこいつを自由広場から出すことはできないよ。さあ君たちも早く自由広場に入ってね。すまんな。ブタロウ。あ、ブタロウが逃げました。あ、出ちゃダメだよ。そっち行って。ちょっと霊夢もブタロウを中に入れるのを手伝って。ダメだ、外に出たらお前はチャーシューにされるぞ。あ、あ。なんということだ。私がブタロウをチャーシューにしてしまった。じゃあ問題も解決したし、二人とも自由時間だよ。飯塚幹事長は平然としすぎだろ。マリサ、あそこの看板見た。あそこの看板ってどこの看板だ。ほらほら、そこの看板だよ、どれどれ。何が書いてあるんだ。間抜けの事故のためジャングルジムはなくなりました。おいジャングルジムの責任者だせ、私のことを間抜けと言ったやつをぶっ飛ばしてやる。実際のところ間抜けだし仕方ないんじゃね。お、喧嘩するマリサ、喧嘩よりもやりたいことがあるんだよ。私は戦いたい。ダメだこや。嘘だって？どうせあれでしょ、ドクロ探し。そうだよ。ドクロさえ見つければダイヤを手に入れてダイヤツルハシが手に入るんだぞ。そう言われると脱獄間近なんだよね。でもドクロがありそうな場所ってどこだろう。雰囲気的に廃校とかありそうじゃね。ああ、確かにね。そもそも私たちが見過ごしている可能性もあるのか。廃校とかは自由広場からすぐ行けちゃうし、ちょっと探索行ってみるか。ちょっと行ってみますか。まあでも廃校もあらかた見たような気がするんだよな。わかる。金鉱石だったり黒曜石の壁だったり、十分すぎるほどの手がかりがあったから、これ以上何かがあると言われたら、ない気もするんだよな。どの道行くところもないし軽く探索してみますか。クモの巣はたくさんあるんだけどな。こういうところにドクロ。それかスケルトンの頭みたいなものってないだろ。あったら最初来た時に違和感を覚えるもんな。ここに黒曜石の壁があって、こっち側は特に何もなかったよな。この辺にあるチェストは、そりゃ何もないですよね。わかってましたけど。どうしたものか。脱獄はもうかなり近いとは思うんだが、ここがわからないな。矢の示すドクロって一体何のことなのか。結局廃校行っても収穫はゼロでしたね。こうなると再び行き詰まってきちゃうんだよな。あ、ひょっとしてドクロってさ、処刑場を意味しているんじゃないの？なるほどな。ドクロって処刑を表現していると。その可能性ありそうじゃない？確かに言い回しを変えている可能性は十分にあり得るな。でもどうなんだ、ドクロが見つめる先だから、処刑場が見つめる先ってどういうことだ。文章に置き換えると意味がわからないね。まあでも文章にすると違和感があるとはいえ、処刑場がドクロっていうのは合っているかもしれん。どうする？今処刑場行ってみる。いやぁ、廃校も行ってきたし、ちょっと厳しいんじゃないか。自由時間はもうほとんど残ってないか。何もこの時間にリスクを犯していく必要もないだろ。そうだね、刑務作業の時間に行ってもいいからね。うわぁ、このアスレチックで遊んでると時間が経つのが早いな。本当に思っているのかそれ。本当はクソみたいなアスレチックだと思ってます。それはクサ、飯塚幹事長にチクっておこうかな。え、そんなクラスに一人はいる嫌な奴みたいなことしてくるの？クラスに一人はいる。確かにそういう奴いるよな。他人の不幸をめっちゃ喜ぶ奴いたわ。終了だよ。やった、二日ぶりの飯だ。あ、そっか、昨日食べていなかったもんね。そうなんですよ、昨日さりげなく飯抜きだったから。めちゃくちゃ腹ペコなんですからね、私たち。あれはジャングルジムから落ちた人が悪いからね。くそ、本当は落ちていないのに。え、本当は落ちていないってどういうこと？あ、いや、落ちました落ちました。私がふざけて遊んでいたら落ちたんです。まあいいや、とりあえず食事の時間過ごしてねー。危ないなお前。本当は落ちてないとか言うなよ。間抜けと思われたくなくてつい本当のことを言ってしまうところだった。脱獄のためにアホに徹するしかない。余計なプライドは全て捨てるんだ。さて、この後の刑務作業の時間に処刑場探索をするわけだが、
どっちが行くか。ああ、じゃあ私が行ったから探索してくるよ。お、じゃあ頼んだぜ。っていうかまたここにひび割れた石レンが入っているし。私が入れておきました。定期的に入れていくやつなんだよ。っていうかさ、今思ったんだけどさ、そういえば処刑場の建物にさ、絵画ってなかったっけ？あったようなしなくもない。その絵画の中に、ドクロっぽいやつ一個あった気がするんだよな。なるほど。ひょっとして絵画のドクロが見つめている先ってことかな。このことじゃないか、これは間違いなくドクロだもんな。終了だよ。どうだった、今日の飯は。そろそろ献立を変えてほしいと思ったり思わなかったり。確かにそろそろ同じ献立が続いていて飽きてきたような気もします。まあ気が向いたら変えといてあげるよ。気が向いたら。これはまだ時間がかかりそうだ。今日の刑務作業は何ですかね。今日は釣りをやってもらいたいと思うよ。釣り。なんだかんだ久々なような気がする。最近は家畜だったり畑仕事だったりお任せられていたからな。釣りは割と楽だからいいでしょ。まあそうですね。他の作業と比べたら楽な方なんですかね。物思いにふけりながら釣りをしましょうか。物思いにふけりすぎて魚を逃しまくったりしないでね。そんなことしないですよ、アホじゃない？いやアホなんですけど。あ、やっと自分で認めたんだね。霊夢がアホだと自分で認識した記念日。ぐぅ。じゃあ釣りのやり方は大体わかっているよね。余裕のよっちゃんです。よっちゃんがいるから大丈夫ですね。じゃあ刑務作業任せたよ。さてと、刑務作業の時間がやってきたな。よし、処刑場見に行ってみますか。私はとりあえず刑務作業を進めておくな。了解。くれぐれも監視に見つからないように気をつけて行動していけよ。最新の注意を払って行動します。とりあえず監視はいなさそうかな。どういうルートで行こうかな。こっちの棒の前通って行った方が安全かな。まあ外は監視に見つかる可能性あるし、少しでも建物中を通っていこう。果たして私たちのドクロの予想は合っているのか。ここでダイヤモンドが手に入れば明日脱獄できるんじゃないか。大丈夫そう、かな。ここまで来ちゃえば一旦は大丈夫でしょう。じゃあ先に絵画を見ていこうか。あ、こっちは懲罰棒だったか。なんだかんだ懲罰棒にも入れられてないから、ここら辺の構造も忘れかけているんだよね。じゃあここは閉めておいて。奥の方だったっけ、絵画とかがあったのは。あ、ここじゃなかったかな、控え室。おお、たくさん絵画がある。でもドクロの絵画は一個もないな。じゃあやっぱり処刑場なのかな。あ、資料室もあったのか。一応こっちも確認はしておこうかな。うん、一つも絵画はないね。ここには何も隠してなさそうだ。じゃあ最後の望み、処刑場。あーあ、あったあ。ということはだよ、このドクロが見つめている先。この中、奥の壁かな、掘ってみよう。見つめている先だから、この辺の壁かな。お、なんか続いていそうだよ、もしかして。小さい空間に出たね。お、チェスト発見、中身は。出た、ついに念願のダイヤモンドだ。ドクロって絵画のことだったのか。全然気づかなかったな。っていうか処刑場のこんなところにあるなんて思わないよ。今頃あいつは処刑場にいるんかな。ダイヤモンドが見つかっていればいいが。戻ってきたよ。あ、お帰りだぜ。どうだったんだ、処刑場にあったか。ありましたよ、ダイヤモンド。お、やっぱり処刑場だったんか。厳密に言うと処刑場にドクロの絵画があって、絵画のドクロが見つめている先の壁を掘ってみたらチェストがあった。なるほどな、絵画のドクロのことだったのか。とりあえずこれでダイヤツルハシが作れるのかな。そうだな、地下の黒曜石の壁掘れるぞ。いやー、これは盛り上がってきましたね。終了だよ。あ、お疲れ様です、飯塚幹事長。一体何が盛り上がっているの。たくさん魚が釣れて盛り上がったなーって。それほど大量ってようにも見えないけど。気持ち的には大量なんですよ。いや意味がわからないよ。じゃあ今日の刑務作業は終わりだよ、二人とも外に出てねー。了解しやした。この釣った魚を私たちの食事にしてくれるんですか。あ、別にそうしてもいいよ。いや、私は黒毛和牛のステーキを希望。だからそんな高級食材なんか出さないって。
二人とも棒に入ってねえ。わかりました。了解です。じゃあ明日の自由時間まで待機だよ。はい。今日でついにダイヤモンドが3つ揃いました。というわけで、じゃあ次回はついに地下の黒曜石の壁を掘ると、そういうことになるな。もしかしたら次回で脱獄できてしまうかもしれないな。お。ついにツバイ刑務所とおさらばか。じゃあ今日は明日の脱獄に備えて寝よう。そうだね、おやすみなさい。おやすみだぜ。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうぷ主の日常。Twitter では動画の最新情報。ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。